紙飛行機って知ってる？あんまりご存じない感じ。ちょっと言ってることがわからない。ゲセヌ。今日はね、まあこちらに見えます通り、あの一番大きい画用紙をね、まあ25枚集めてみたんですけども、まあ、紙飛行機っていうのはまあ名前の通りだな。想像できるか？まあなんとなく。うん。まあ、それで飛行機を紙で作った感じです。小さいんですよ。こうなんかこれぐらいのサイズをさ、こうペッて飛ばしてさ、こう、ってなんか。甘い。今日はね、私はね、まあ、こちらに画用紙を25枚準備してるんですけど、今日はこの画用紙をつなげて、まあね、超でかい紙飛行機を作ってね、まあ、僕自身が一番宇宙まで行けばいいんですけど、まあ、紙飛行機はまあこんだけでかければ宇宙に行くっしょ。画用紙が1枚 80cm、110cm なんで、5倍すると4メートル、5メートル50の紙を折って紙飛行機を作るってわけです。じゃあ作ります。はい、というわけでなんとか形ができたんで、こっから折りたたんで紙飛行機にしていきます。できたぞー。はい、ではやってまいりました。こちらの紙飛行機、全長がだいたい5メートル50センチとなっております。こちらからこう行ってあちらまでと、こういう感じになっております。でまあ、ポイントとしてはジェット型ですね。まあ、一般的なのこう追って追ってのこういうタイプではなく、ジェット型、とりあえず遠くに飛ばしたいっていうわけでこう細身にしました。多分薄くても飛ばないよね。多分早速飛ばしてみようと思います。Thank you.